寝起きにポテトチップス。こんにちは、こんばんは、コマンタレブー、アスミカナです。あなたの松木美優です。この番組は寝起きにポテトチップス、うん、お仕事のない日曜日、たっぷり寝坊した朝のごにゃんとした感じでお送りいたします。ゆる、はい、い番組を目指しています、うん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。赤、はい、赤青黄色なので、うん、まあなんか感じ的には1枚目の雰囲気、まあ、どうなんでしょうね。どうみんなどれから聞いてるんだろう。確かに3枚ね、全部ゲットしてくださった方は、なんです、なんとなく赤じゃないな気がしますよね。黄色から、いや、でも内容によってあ、聞きたい内容によって違うのかな。どうする、私たちはじゃあどのテンションでいきます。1枚目に聞かれているというテンションで参るねえねえ、うん、まあ別にそんな変わらないかもしれないですけど、 DJ CD だよ。DJ CD が出たよ。1枚目っぽいね、そういうところへの驚きとか感銘とかを、ね、そうだよね、確かに言われてみればそうなんです。そうよね、3枚同時発売ってすごいですよね。すごいよ ね。あ、まあ全員が全員3枚買ってるとは限らないんでした。 あなたはどのタイプ？ほら、もしかして赤だけの人？とりあえず1枚聞いてみようって思ってる人がいるかもしれない。試されてるじゃん。ここで結果を残せないと次に繋がれないやつ。もういっかなって言われて。はじめ、面白トーク。面白トークってやろうと思って、なんか難しいですね。面白トーク。青黄色って買ってもらえるよ。そっか。赤。いや、何も思いつかないな。じゃあ無理せず進めますかね。そうですね、うん、ちゃんとそれぞれちゃんとやることはあるのであるんだよやることというかやってきましたですね、はい、赤に関しましては、うん、赤のテーマ、行きたい場所へ行こう。行きたい場所へ、なんとも自由なこのテーマをもとに、とあるところへ遠出して、なんとロケをしてきましたねえ。音声だけなのにね、贅沢でございます。ほんだって、うん、嘘って言ってもバレないぐらいのことでしょ。確かになんか言ったてでしょ、手でますみたいな、スタジオの外でみたいなんで、いや、もしかしたら本当に言ったんだよ。そうです、ね、一応写真とか証拠に、そうよそうよ、証拠あの疑われない。そうですそうです、証拠ある。音声だけだとあの弱いかもしれない写真もありますし、ということで、そのロケの場所は後ほど発表するけど、もうみんな知ってるだろうね。それではラジオ CD 寝起きにポテトチップス赤、お付き合いください。よろしくお願いします。